ドンブラコ、ドンブラコは桃太郎をモチーフにした北村末春作詞作曲の歌劇。1912年、明治45年1月29日に楽譜が出版された。この楽譜における正式な名称は以下の通りである。出版された1912年の5月には北村夫妻の演奏によって歌舞伎座で模様された音楽会で披露され、 翌1913年、大正2年8月には、北村夫妻と帝国劇場歌劇部員及び洋楽部員によるレコードが発売され、さらにその翌年の1914年、大正3年4月から上演された宝塚少女歌劇の第一回公演の演目としても知られている。2009年5月には、 およそ100年ぶりに全曲を忠実に再現演奏した、宇野広報指揮よる CD が、北村末春、おとぎ歌劇、ドンブラこのタイトルで発売された。前後場。このうち、第4場は滑弁のみで、作曲者により、削除かと指定されている。音楽は、北村のオリジナル曲の間に、開いた開いた、かごめかごめ、通りゃんせ、かすみかくもかなど、子供に、 馴染みの深いわらべ歌や唱歌が多く取り入れられ、最後は、君がよう、登場者も聴衆も、一堂に手が唱して終わる。ピアノ、オルガン、ホルン、フレンチホルン、合唱、ソプラノに、桃太郎、バー、キギス山健三、キギス、アルトに、ジー、真っ白や、エンロスケ、サル、犬や腕三郎、犬、キアリ。第二ソプラノは、バーと、キギス、 第一アルトは、ジーとサルの二役を演じる。初演は、学府出版と同年の1912年5月5から6日に、東京の歌舞伎座で催された、東京連合大音楽会での北村末春と、ウイゴ夫人によるものである。2日間にわたる、音楽会は、第一部の洋楽と、第二部の方楽との二部構成になっており、北村夫妻の歌劇は、 第二部の方角として演じられた。その際の演奏形式や、その他の伴奏などの詳細は不明ながら、芝居仕立てではなく、演奏のみであったらしいと言われている。なお、第一部では、東京音楽学校の外国人教授らや、柴田玉木、三浦玉木、沢田柳吉、東京オーケストラ団などが出演し、北村夫妻が出演した第二部の方角の部では、他に、 総局の今井継承と尺八の荒木鼓道による、三局章竹梅、三代目、時和津松尾大優と二代目、時和津文字兵衛他による、時和新梅川中兵衛、五代目、藤田音蔵の長唄、清本縁樹太夫、五代目の清本不死、小野菊五郎、坂東三五郎、藤間正也の舞踊ほか、早々たる面々が出演していた。この音楽界での初演は、 好評を得たとされ、翌1913年8月には、北村夫妻と帝国劇場の歌劇部員、音楽部員によるレコードが日本地区音機紹介、日地区のアメリカンレーベルで下記の内容で発売され、後に日本の本レーベルでも再発売された。レコード10面の演奏時間はおよそ30分弱。北村夫妻の初演から2年後の1914年、 大正三年に宝塚少女歌劇の第一回公演として4月1日から5月30日にかけて入場無料で上演された。これは宝塚新温泉で集客のために開催された婚礼博覧会の余興の一つとして同温泉内のパラダイス劇場で行われたものである。同時上演は、浮かれ、だるま、吉丸和正作詞、元織長代作曲で原作名、浮かれ、 ダルマとダンス、胡蝶、宝塚少女歌劇団作で、胡蝶の舞とも言う、還元合奏、よび合唱であった。このうち、浮かれダルマは白木屋少女音楽隊のために作られたもので、東京日本橋の白木屋余興場で1912年4月に上演されて人気を博した和風オペレッタである。胡蝶の方は、松井松場作詞、ハインリヒベルクマイスター作曲で、 1911年9月に、帝劇で、柴田玉木、藤間房子、音羽金子によって演じられた、古町の舞を、少女向きにアレンジしたものとされる。宝塚新温泉パラダイス劇場は、元は、パラダイスと称する、建物内に設けられた、室内水泳場、室内プールであったが、諸事情により、客足が伸びなかったため、プール部分を全面床に張り替え、 脱衣症を舞台に改造して、小劇場に仕上げたものである。ここで、前年7月に、少女消歌隊として、募集、養成された宝塚少女歌劇団、第1期生の少女たちによって演じられ、初めての舞台は大切な上にも大切だからとのことで、3月20日から31日に、至る12日間は、本番通りの紛争で連日稽古に費やし、いよいよ4月1日、 歌劇団全員の異常なる緊張りに処女公演の幕を買い、その結果は幸いに青年子女の賞賛を博して世間から予想外に歓迎せられたという。しかし、ドンブラコは独唱あり、重唱あり、合唱ありで、もともと昇華隊として募集された歌好きの少女たちにとっても楽な演目ではなかった上に楽譜やレコードがすでに世に出ていたため、音楽好きの客や 学校の教師などには、学富士山で来るものもあり、間違いなども誤魔化すことができなかった。そこで、出来の悪い日には、舞台が終わった後にもしばしば居残って稽古を続けるなど、大変な努力をした。コーラスも、舞台の陰からでは聞こえないとして、衣装をつけたままオーケストラボックスに入って歌うなど、少女たちは、舞台の上と下と掛け持ちで奮闘した。また、初期のことで、 オーケストラ要員もいないため、伴奏は、音楽指導の高木和夫が、ピアノ一台で何から何までやり抜いていたという。その甲斐もあってか、可愛い、いい味がない、美人がいるなど日ごとに評判を呼び、さきの通り、宝塚少女歌劇の第1回公演は予想外の歓迎を受けての角出となった。作品発表からおよそ100年後の2009年5月27日に、 キングインターナショナルからうの候補ほかによる演奏の全曲入り CD が初めて発売された。ジャケットは1912年発行の楽譜の表紙をモチーフにしている。四季のうのは独唱の木ありも担当している。2014年4月4日4月6日に宝塚大劇場で宝塚歌劇100周年夢の祭典、オを奏でる、スミレの花たちの舞台の中で再現した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。